3日間のイベントを無事終えることができました。今日は、ね、出勤意欲満々の、このリクトと一緒に、一日お客様を迎えさせていただきました。まあ、犬の嫌いな方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今日、まあ、この3日間ですね、3日間いろんな方からですね、リクト君がどこにいるのと声をかけていただきます。さすがにですね、元旦2日はものすごく忙しくて、連れてくるわけにはいかなかったんですけれども、今日はちょっとお客様の お越しになるのも落ち着くかなと思いまして、朝から、連れてきたわけですが、なかなか結構ですね、接客をしてくれますのでね、また改めて、会いたかったなと思う方は、メールをくだされば、だいたい土曜か日曜には出勤すると、ね、思いますので、よろしくお願いします。2022年、上手に、一緒にいただきましょうということでね、とにかく今日も、いろんな方に、応援をいただいたわけですけども、ちょっとまあ、簡単にお利口にして待ってください。紹介したいと思うんですが、おかげさまでですね、このキャリアカーが緊急出動するようなことは今年はなくて、3日間穏やかな天候に恵まれました。看板をですね、このように、シンプルに、ね、ニルブクルリンクで以前買ってきましたこのステッカー、まあ、こういう日のために温存しておいたわけですけども、この中にこのうちの新しい、シンボルロゴをですね、入れまして、待機させておりましたが、まあ、こちらのですね、除雪車も出動するようなことはなくてですね、大変、いい雰囲気で、進めることができます。まあ、今回の一番のメインの車はこのアウトバックになります。アウトバックとそれから SUV のまあ、今おそらく世界で一番売れている車だと思うんですけれども、このカスケードグリーンの、アドバンスのナパレザーブラウンナイストですね、これをまあ見ていただく。ちょっとね S4 の到着はね間に合わなかったんですけれども、今年はこの後 SO が登場すると。そしてこちらの XV もやっぱり今スバルでは一番売れてる車ということでですね、これは E ボクサー、こちらの展示、これはまあ316万8000円という金額のアドバンスですね、一番トップグレードになるわけですけれども、なかなか渋くてね、いい車だと思うんですけれども、この天禄もね、忘れちゃいけないと。で、天禄を、まあ、このイベントのために、まあ、ピュアガソリンエンジンですね、なかなか走りいいですよといつも動画なんかでも紹介していたわけですけども、両方ともお得意様にですね、この3日間のイベントで買っていただきまして、ね、川村さん、富田さん、どうもありがとうございました。いい雰囲気でですね、3日間締めることができました。ここをこれまでは、ノスタルジックカーをずっと展示していたわけですけれども、まあこういう演出もたまにはいいんじゃないかということで、インプレッサーハウスの方から、このオイルヒーター、石油でオイルを熱して温めるマシンなんですけど、これをここに持ってきまして、この空間でちょっと新型車を見ていただくと。まあ、以前もですね、BRZ が誕生した10年前に2月、寒い時でしたけども、先行のその試作車でですね、内見会をやった。まあ今はそんなことはできないんですけども、当時はね、
そういうことができたので、その時ここでやったわけですけども、あの時にここで先行でね、ご覧になった方が5台ぐらい、決めていただいたと、後に WRX 買っていただいた方もあって、大変ね、ここはそういう意味では、ゆっくりね、ちょっと内緒で見るみたいな雰囲気にするのといいんですけど、あの頃はこんなものはなかったんですけども、今はこういうね優れたあの暖房機があって、これを使って、楽しい雰囲気でね、イベントを進めてまいりました。ということでですね、今年の1年を、まあ、占う重要なイベント3日間、進めたわけですけれども、これから日本経済また、ね、V 字型に上がっていくということをですね、実感しております。まあ、昨日も夜のね街を、8時前かな、リフト連れて散歩したわけですけどもね、若者がね、まあ、同窓会とかしてるんでしょうけどもね、いっぱいいました。中津にこんな中津にね、こんなに若い人がいっぱいいるのかなと。でみんな元気でね、こうすれ違うたびにね、撫でていいかしらなんてね声かけていただいて、リクトも喜んでましたけども、そういう元気さがね、出てきてますので、ね、幸先いいなということを申し上げて、さまざまな今日もですねお心遣いいただきまして、もうブログの方で紹介しきれませんので、1日ではですねこれからまたお礼とそれから新しい情報と合わせて、明日からまた、通常通り頑張っていこうと思います。明日は通常通りの営業で、水曜日のお休みをいただいて、6日からまた新年普通通りに営業させていただきますので、ぜひ、今年も皆さんよろしくお願いしたいと思います。今日はさっきまでスーツ着てたんですけど、今散歩に、リクトとの散歩運動に行ってきましたので、こんな格好で失礼しますけれども、今年も1年よろしくお願いします。3日間どうもありがとうございました。